どうもダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回は M2MacBook Air の1年半レビューでございます。長期間。この MacBook Air、1年半、毎日使ってます。正直言うと。実際使って、じゃあどうだったのかっていうところを正直にね、お話ししたいと思います。基本的にはまあ満足してます。超満足なんですけど、ただやっぱ気になるところもあるんで、で、またですね、今後ですね、この M3 のモデルっていうのも、登場っていうかね、まあプロモデルには出てるので、Air も来るので、じゃあ待つべきなのかどうかっていうところもお話ししたいと思います。毎日使って、最近 X とかでね発信してますのでぜひねフォローしていただければと思います気になる方はね毎日どんな感じで使ってるのかっていうの分かりますのでサクッと今ね macbook air のまあラインナップさっ とお話しすると、13インチの MacBook Air が M1 と M2 のモデル。大きく分けると、まあこの2つあって、チップの名前ですね。M1 が13インチ、M2 が13と15インチっていうのがね、去年の6月ですかね、出ましたと。今回はこの13インチの M2 チップのレビューになります。M1 もすごいいいです。これもレビューしてみますけども、僕今使ってるモデルは、M2 の10コアの GPU ですね。まあ、メモリが2 4イト で、ストレージ容量は1イトっていうね、結構まあ割ともりもりやつですね、を使ってますと。もともと MacBook Pro の14インチっていうのを使ってたんですけど、結論から言うと重量が重かったので、そっから M2 に変えたっていう感じです。結構厚みもあったので、Pro14 インチは。AI との違いはやっぱ画面の美しさとか、あとまあスピーカーが良かったりがもちろん性能は Pro の方がいいんですけども、これもえっとね、Mac の選び方っていう動画の方で、これまた新しくして出そうと思うんですけど、そちらで詳しく話してます。あと M3 のモデルもね、 してますすのでで動画で紹介してま,すまあ買わないその理由みたいなところを紹介してますのでまあ購入前注意点みたいなところを話してますチェックしていただければと思うんですけどもでまず M2 エアのこのデザインなんですけどもまあ大体約5年ぶりにですねこれ刷新されたデザインになってます、まあ、今までのやつってエアはこう先がこう細くなっていくデザインだったと思うんですけども M2 で全体的にこうフラットっていうかなんか板みたいになりましたとにかくシンプルですごいミニマルなデザインに仕上がってますねほんと一言言い合わせる本当 macbook pro mini みみたたたいいななののデザインをそのまま踏襲ししてちっちっゃくしたみたいな感じです,すごいね MacBook Air っていう文字すらまあなくなったりとかまあトラックパッドとかもねちょっと大きくなったりとかして M1 のモデルとかからですねで一番上のそのキーのファンクションキーっていうところがあ大きくなってるんですよね M1 と比べると。 まあ,なのであとまあ指紋センサーも大きくなってるんですごいまあ使いやすくはなってますねかなりねスピーカーの穴っていうかねスピーカーグリルがこれなくなっているのでまあ、ゴミとかたまりづらいというかすごいまあデザイン的にはすごいミニマルというかシンプルになりました。 フラットなので、やっぱこう手で持ちやすかったりとかですね、フィット感みたいなのすごいいいんですよね。で、厚みも1センチちょっととかなのですごいバックとかの収まりもいいんですよね。なんでおすすめアクセサリーとかも紹介してるんで、まあよかったら概要欄からチェックしてみてください。今回ですね、この BenQ さんの方から、まあ1個あの紹介したいアクセサリーがありまして送ってもらいました。今までにないですね、ノートパソコン専用のライトになります。ライトって大体こういったデスクトップとか、モニターにつけるものなんですけども、それがえっとノートパソコン専用のものになり ますね。パソコンのこう裏側にマグネットでこう装着して使うタイプになります。これが実際のね勉強のやつなんですけど、これなんとねここに装着できます。これ今ねマグネットつけてるんですけどね。まあこんな感じで。 ここが今ね明るくなっててすごい感じなんですけどこれどういう仕組みになってるかといいますとまずここに、えー、とこれ磁石の、ね、マグネットのシールみたいなのを貼ってます貼りますでこれ一応ねガイドがついててこのガイド枠みたいのをつけてここに貼ってくださいみたいなありますねで一応付属でもう一個あるので、まあ、他の方とシェアしたりとかこういったとモニターとかに 付けても使えるのでこれは結構いいいなと思いますただカラーはねなんか違うっていう <laughs> で。でこれがねライト本体なんですけどこれちょっと脱着式になっててこっちがバッテリー内蔵になってるのでケーブルレスで使えるのがまあ結構いいかなというところでここが磁石でマグネットになっててライト側にこっちもねマグネットなんでここでカチッとね磁石で脱着できます。で結構軽いこれ上がですねセンサーになってて非接触のセンサーなんでこう手をですね、まあ、ポンって当てるかかざすっていうのかな。 まかざすと、えっ、ー、と、ライトがつきます。まあ、ここを押すと、押してもいいのかなまあ、かざしてもつくんですけど、結構明るい、これ。こっちが磁石になっているので、ここにカチッと装着して、まあ、こんな感じでね、使えます。あとえっと、調光と色を変えることができて、例えばここ、センサーになってて、このまま、このままワンタッチとかタッチ操作で、このまま明かりを変えることができる。これ結構便利で、あと、色の温度もですね、ここをタップして変えると、 ちょっとあの暖色にこう分かりますここが変わるんでねしたりとかこちは明るく、まあ、白っぽく集中モードとかちょっとリラックスしたい時はこう暖色にするとかいうこともできますこれが結構ねワンタッチで変えれるのですごいいいですよねこれ直感的に変えれるのででまあ終わったらこう学、まあ、なんでここで結構ね明るいんですよねしかもなんですごいね集中できますこの明かりでこれがねめちゃくちゃいいってこれ展開もできてここね開くんですよこう開くので こういった使い方もできます。 ちょっとこう高さを出すみたいなこともできるので明るいし明るすぎたらここで操作して使いやすいですただ1個注意点として僕このスタンドをねこれ下に使ってるんですけど重心がやっぱり上にあるからか使い方によってはやっぱりね高さによっては結構こう重心がこっちに行っちゃうことがあるのでまあそれだけ注意かなと思います高さを出してね重心を低くすれば使えるんですけどまあでもこの明かりがねすごい集中できますねこれがやっぱかなりシームレスに持ち運べるっていうのが いいと思いま,すまあ必要ない時はこう外して収納できるんでバッグとかも付いてますので、まあ、旅行先とかねホテルとか出張とかにすごい良さそうだなと思いますねこれで、えっと、ワンコンパクトに持ち運べるんでこれがすごいシームレスで、まあ、セットにしてみたいなこのぐらいの大きさなんでね是非、はい、気になった方ですねよ いいただけければななと思います付けながら行こうかここれ本当ねこのスタンドとの相性だけなんだよね。まあつけてみたいな。モバイルバッテリーとして使うことはできなかったので、まあそこら辺は注意かなと思います、ね。あくまでこのライト専用の感じで、それもできたらよかったなと思いました。今、えっ、ー、と、僕がこの使ってるカラーはミッドナイトですね。最近の、ね、やっぱりマックには珍しいかなり暗めな色になってまして、個人的にはすごい気に入ってます。M3 であのスペースブラックっていうね、新しい色登場したんですけども、ブラックというよりは結構少し明るいブラックって ねね感じです、ねまあ、非常に暗めのネイビーというか青っぽさですかねミッドナイトはあるのでまあ、暗いところではブラックっぽくねこう見えるんですけど明るく光を当てるとちょっとこうブルーに見えるというかはいまあ、こういうふうな面白いねカラーになってます個人的には結構昔のマックなレトロな感じと今の現代風を合わせたデザインになっているのでまあ、結構僕は好きかなと思いますね言われてるんですけど指紋はすごい目立ちます まあなので、暗めの色なんで、まあ指紋のこの皮脂汚れみたいなすごい結構目立つんでね、特にこのトラックパッドの横の部分とか、タイピングするこの周りのところは結構汚れちゃってるので、定期的にその拭いたりとかしないと汚れは目立ちます。まあそこら辺はね、いや今回のあのスペースブラックとかに関しては対策がね、されてましたので、指紋対策のこの違いというか目立たさの違いみたいなところはあると思います。で、接続端子に関しては、まあ以前左側にあったですね、マグセーフ、カチッとこう磁石で充電できる端子が復活しておりまして、 で、ミッドナイトとかだとこうカラーに合わせたケーブルとかついてくるのでメッキー、いいですよね。あと US、USB-C 端子が左側に2つです。右側は何もついてない。イヤホンジャックぐらいかなついてますけど。エアーがいいのはやっぱ充電器がまあ小さくていいんですよね。30W あればいいので、コンパクトなものでいいので、持ち運びが楽です。めちゃくちゃ。で、最近この c i a さんのですね、ノバポートスリムっていうね、これ一応 65W のやつなんですけど、45W だともっとね、もう少し軽い。2ポートついてて、すごい。 薄いんですよね <laughs> このぐらいのここでケーブルケーブルというかあの充電器折りたたみプラグでここにタイプ C が2つついています。すごいこの薄さが こんな感じなんですよね、はい、すごい薄いので2ポートついてて 65W あるんでこれ結構ね最近気に入って使ってるんですけどもただやっぱ右側にこの端子がないっていうのは結構不便でケーブルをこうこっちに回してこないといけないんでそこのね便さというかあとまあ HDMI ポートとか、まあ、SD カードスロットとかないんでねあとまあ画面とかディスプレイに関しては、まあ、普通に綺麗というか使ってて特にそんな不満は今のところないですねまあもちろんプロの14インチとかの方が綺麗なんですけど比べたらわかるかなっていうぐらいではありますスピーカーテストですね してみたのでプロモデルとぜひあのよかったら聴き比べてみてください。 まあやっぱプロ14インチとかの方がすごい迫力というか低音とか全然音がクリアなので、ここは結構違います。まあそんな M1 のモデルと変わんないんじゃないかなっていうぐらい M2 は。はい。まあ悪くないんですけど、プロとの差は結構あると思います、正直。神の性能というかね、あのギークベンチだけ下がってみたんですけど、まあ性能はその数値としてね、見れるんですけど、これ最新で測ってみたら、まあ結構やっぱ上がる。今2515と9423っていう感じで、まあ割とね、OS がモントレイのままなんで、最新のやつではないんですけども、スペック的には頑張ってるな っていうこの薄さで参考としてですね MacBook AirM1 が、まあ、大体2335と8316まあ今こう大体の平均なんですけどもそこまでやっぱり変わんないのかなって思いますで一応この GPU っていうかね方もこの OpenCL っていうスコアで測れるんですけど M2 測ってみたらそんなにね高くなかったんで <laughs> まあどうなんだろうとまあ劣化してるっていうのもあると思うんですけどうーんっていう感じは <laughs> してますまあもちろん M2 の方がいいんだけどそんなやっぱ大差はないのかなっていう気はしますね正直ねであとまあメモリがその8か10 16 16かっていいいううれるるるんでででですすけども8でも8正直ねまあいわゆインテル版のの相当はあるので普通に使う分に使分は問題ないですただやっぱ動画編集とかするんであればまあ16とかあってもいいかなと思いますただ24はいらないかなって思う正直ね16ギガあったらまあほとんどのことできると思いますね8ギガでも結構全然編集はできるんでまあ全部はメール返信から動画編集まで今これ1台で全部やってるんですよねメモリ8ギガのそのモデルで実験した動画とかもあるのでぜひチェックしていただければなと思います サクッと良かった点といまいちだったところをまとめました1年半使ってみて1個目えー、っともうデザインがいいです <laughs> もう単純には毎日持ってて気分が上がりますまあミッドナイトとか、まあ、何でもいいんですけどカラーは新鮮さっていうのは正直ねスペースグレーとかとまた違うカラーなんで、まあ、持ち歩いててこう気分が上がるっていう。 っていうのはあります、まあただやっぱ指紋に関してはねすごいミッドナイトに関してあの目立つのでそこはあの覚悟しといてください別のねスペースグレーか、まあ、明るい色もう一個あったと思うんですけど忘れちゃった、はいまあ、持ってて気分が上がるっていうのは大事だと思う本当にであと2つ目としては、まあ、内容的なところですね軽さとやっぱこの性能のバランスっていうのがすごいいいんですよねで本体自体が軽くて薄いのですごい持ち運びやすい感じですまあ、外に行くこうハードルが下がりますよねで薄いのでこうカバンとかへの収まりもすごいいいですその上で、まあ、性能面に関しても このメール返信から僕はと動画編集まで全部やってるのでこれでしっかりできるこう性能がね M2 でも全然あるのでそれはやっぱすごい素晴らしいというか、まあ、薄くて軽いけど性能がないとか性能があるけどすごい重いとかっていうそこのいい感じのバランスがね 気に入っておりますはいで最後3つ目としてはバッテリーですねやっぱりバッテリーもじゃあすごい減らないバッテリーなんですけどバッテリーは劣化してきてるとはいえ未まだにね、まあ、2日ぐらいはあの普通に使う分には全然持ちますねかなりやっぱ WindowsPC とか、まあ、全体を含めて考えてもかなりいい部類には入ると思いますなんか iPhone みたいな感じですね iPhone とかあの iPad と,とまあ同じような構成になってるんで待機時間というか使ってない時のバッテリー消費が待機電力っていうんですけどが全然減らないですよね本当にこら辺がなんかうまく ととかとかの技術がうまく入ってるんですよね気になった点なんですけど、まあ、これは意外といろいろあって話した通りですね端子の少なさっていうのはあります特にあの右側に USB-C ないんで、まあ、充電特にこう回してこないといけないはありますねはいまあなんで、まあ、USB-C ハブとかは基本的にはこう必要になってきますマグセーフも便利なんですけども、まあ、結局これ Mac にしか使えないんで、まあ、自宅で使う分にはいいかなっていうところで、まあ、ハブはですね今おすすめのやつが1個ありましてこのアンカーの547っていうやつ がこれとね macbook m 2ととかかかも対応ししてるんですけどいなあの新しいモデマグセーフっていうさっきのカチッってくっつくところを昔のタイプだとこう充電するところを全部隠しちゃうんですけどこれだとね隠さないんでこれでしかも質感も結構いいんですよねこのアンカーのやつセールだと多分ね5000円切るぐらいで買えるんでセールの時買うのがおすすめで単車は全部ねだいたい HDMI タイプ C とか SD カードソーとかまあ必要なのも大体入ってますここにこう挿して このマグセーフのところをねちょっと見づらいですけど干渉しないというかここが開くんですよねこれがいいです結構カラーを合わせるんだとこのサテチのね USB-C ハブってやつがこのミッドナイトのカラーあるんですよね僕は持ってないんですけどまあこれでもいいかなと思います気になったね2つ目はですね重めの作業はやっぱちょっときついかなっていうのはあって長時間作業、まあ、動画編集例えば30分20分ぐらいはギリギリ30分 分を超えてくるような作業になると、長時間編集ってなると、長時間っていうと、まあ、どうですかね。2時間から3時間ぐらい以上のような時間になると思うんですが、まあ、動くことは動くんですけど、ちょっとカクカクしたりします。20分ぐらいの動画をこう並べて、ガッチャンコして編集する。みたいな。まあ、トータル4 5十分のやつとか、長いやつだとあるんですけど、それだと、やっぱ、後半に、ね、発熱もあって、ファンとかもないので、ただ、フリーズとかはしないです。なんですけど、結構カクつく。 時はあるやっぱりプロとの違いはそこら辺はあるのかなと思いますね長時間で3つ目僕はそんな気にならないですけど外部ディスプレイ出力は1枚しか出せます出せないです、まあ、なんで例えばこれモニターが1台2台とかあって でじゃあこの m 2 macbook 2 air でで出ししたたいっていう、ねえー、繋たいっってて繋ぎ時は1台しか映らないです僕が個人的には1台しか使わないんで大丈夫なんですけど、まあなんで2台以上繋げたい方はまあプロモデルがおすすめにはなりますね。ただまあ別売りでハブとかね、そういったえっと対応しているものを買えばアプリ経由でこう映すみたいな感じにはなるんですけど、できます一応。あの M1 とか M2 air でも。ただ別でまあまた数万円ぐらいかかっちゃうので、あとめんどくさい、ちょっとめんどくさいっていうのはあるんで、まあそこの注意点はあるかなと。で、あとまあ4つ目は、価格 普通に関しては、やっぱり。 やっっぱ高めななののかなっていうのはあります正価で大体16万4800円からになってるので,でカスタマイズとしちゃうと簡単に20万円とか30万円近くいってしまうのでまあやっぱそのクリエイターよりのエアにはなるのでコストパフォーマンス考えるとやっぱ M1 とかの方がいいのかなと思いますまあ詳しくはさっき話した Mac のこの選び方っていうところで話してますのでこれもえっと M3 のモデルこれね入ってないんでまだこれ新しくして出すのでぜひ気になる方はチャンネル登録してお待ちいただければと通知ベルも押してもらえば確実に届きます オンラインのその M3 をじゃあこの待つべきかっていうところになるんですけどもそらく出る時期としては今年2024年の早かったら3月ぐらいおそらく現実的には6月ぐらいだと思います WWDC っていうねアップルのその発表会があると思うので毎年なんですけど結論としては僕は待つ必要はないんじゃないかなと思いますほぼ9割ぐらいの人が理由はね、まあ、3つぐらいありましてまず1個目としては、まあ、デザインに関しては 変わらななないいいんじゃないかなと思いま,すまあデザインは変わら今と同じだと思うんで、まあ、もしかしたら新しいカラーとかは出るかもしれないんですけども多分変わんないと思います <laughs> 変わる可能性は結構低いと思いますのでまあ5年ぶりにね変わったんで大体また5年後って考えると2027年とかにはなりそうなので変わったとしてもそんな大きな変化はないと思いますっていうところと、まあ、今とあんま変わんないんだろう見た目の ところですねあとまあ2つ目としてはバッテリー性能とか、まあ、中身の部分もそんなに変わんないじゃないかと思いますまあ、M2 から M3 にまあ中身のチップが変わるだけなんでそもそもがあとまあバッテリー持ちいいで、はいで M3 のモデルもああのまあ実際出てですねちょっと伸びたんですけどそんなに多分変わんないと思う1時間か2時間ぐらい伸びてまあ、劇的な変化はないと思いますでまあ、3つ目としてはさっきのところで、まあ、バッテリー同様に大きな性能アップっていうのはそんなにないと思うんでそらく20%から30%ぐらいの性能アップには収ま あると思います M3 のものを見てると、まあ、そこまでわざわざ待ってまで買う必要ないのかなって思います個人的にはまあ9割ぐらいの人でですね円安でまたね価格がまたこ上昇する可能性っていうのはありますので、まあ、またその為替によると思うんですけどその時の多分上がることはあっても下がることはないような気がしますんでここら辺もどうなのかなっていうところでまあ、逆にじゃあ待つべき人誰がじゃあ待つべきなんですかっていうところなんですけど M3 少しでもこの性能が欲しいっていう方ですねももうここののコンパクトボディでちょっとでもこの性能 上がるっていう、ね、まあまあ僕の話なんですけど <laughs> まあ特にその GPU 性能というか、ね、映像の処理とかに関してはやっぱり M3、ね、新しい技術がえっと入ってるんで、まあ、よくはなってるんでまあ、そこら辺に関してはこのコンパクトボディでできるだけ性能を求めたいって方ですねほんと性能だけ欲しいんだったらまあプロモデル買えばいい話なんでまあ、でも軽さも欲しいっていうね感じなんで僕の場合は M3 に関してはねまた出しますけどまあ、以前動画で出してるんでまたこれもぜひチェックしてもらえばと思いますままあ、どれぐらいの性能になるのとか試算してますんで,で 最後ちょっとおまけでおすすめアプリっていうところでね、一チラッと見たクリーンマイマックを紹介したいと思います。画面を見ながら結構ね好評なんですよね。でこれねスマートスキャンっていうのがあって、これでまあ何ができるかっていうとまずこのクリーンアップ、まあ無駄なこの容量を探してきたりとか、まあセキュリティですね。ウイルスが今潜んでないのかどうかみたいなところも、まあ、マック自体まあ基本ねアップル製品はセキュリティ高いんですけど。 で後はパフォーマンスのこう高速化っていうところをしてくれます。これ別にスマートスキャンで今押しただけですね。で 実行すると、で、これ全て終了か。はい。あとは、まあ、このシステムのね、まあ、無駄なところを、まあ、どんどん消していってくれるっていうところですよね。まあ、キャッシュクリアしてくれたりとか、あとメモリをこう、きれいに開放してくれたりとか、個人的にあの気に入ってる機能は、このメニューバー、一番上のメニューバーからこう、呼べるんですよね。で、ここで、まあ、例えば今、メモリ、何に使ってるのか、アプリでね、こう、今、じゃあ、このブラウザで使ってますよとか。 プレッシャーがじゃあどれぐらいかかってるのかっていうのが、これ一目で、しかも分かりやすいっていうね。あと容量に関してもですね、今じゃあどのぐらい何で使ってるのとか、温度とかね、状態とか見るんですよ、ドライブの。これ結構面白いですよね。あとじゃあ CPU の今、じゃあどれぐらい今負荷がかかってるのかとか、どれぐらい使えるのかとかですね、負の要因とかも、これこれ終了したりとかもできるし、でちゃんと M2 とか出てくるんで、ね、Apple も認定してるデバイスになります。で、バッテリーのこの状態、今84パンはできてますけど、じゃあどんぐらい今充電してますよとか、167回してますよとか <laughs>、これがね、 目で、見えるこれ、多分面白いのはデバイス接続したここに出てきます。あの、Bluetooth のデバイスとか。個人的によく使うのこの速度テスト。<laughs> Wi-Fi の速度でここでサクッと測れちゃうんですよね。今なんで 40Mbps ぐらいか。まあ結構早いんですけど。まあ20ぐらいあれば。で、じゃあどういった作業に今使えますよっていうのも出てきます。これね、結構便利なんですよ。メモリ地味にね、あと開放ここでワンタップでできるのが。あと、ここで終了するみたいなこともできますね。はい。じゃあ、LINE 消しますみたいなとか。<laughs> っていうのは正直一部でまああと主なものとしてはス,ースレンズかなここでえっと容量ですねこれアクセス許可してないのか許可してもらうと要するにこの Mac の中に入っている容量を全部スキャンしてくれて。 じゃあ何にどれぐらい使ってんのかっていうのすごいしかも視覚的にこう見えますでこのムービーの中にじゃあすごい600ギガぐらい入ってるよといわゆる僕ファイナルカットね、まあ、動画編集のファイルなんで結構重いんですけどじゃあこの例えばじゃあこのソニーのねレビューのやつが重いですよとかこれこのまま消したりできるんですよしかもちょっと消さないけど <laughs> まあ面倒くさかったこの大容量のねファイルとかを検索できるんですよねなんで重、まあ、たい順にこう出してくれるんでこれとかじゃあいらねえなぁとかやったらこ削除するみたいな これワンタップでいけるの結構すごくないですか うん、あと地味にね、このアンインストーラーか。じゃあこのアプリをパッとこう消すとか。もうできるんですよ、ここで。めちゃくちゃいい、これは。<laughs> あとまあ高速化とかね。まあ正直に、ね、あの、機能はめちゃくちゃあるんですけど、まあ使うんであればこのスマートスキャンか、だいたい体スペースレンズとか、まああとアップデータとかもあるしね。まあアプリのこのアップデートがありますよっていうのを教えてくれたりします。まあ Apple も購にしてるアプリになりますので、まあ UI とかがね、すごい美しいという動きとかもう、まあ全然これ自体のアプリ自体も軽いですし、これはすごいおすすめです、本当に。 アップデートもね、結構頻繁に来るので、まあソノマももう対応してますし、新しいやつとか。無料ダウンロードできるんで、気になると無料で使ってみてもいいと思います。まずね、ソノマ対応してます。プランがね、こ年間のサブスク。まあ1年間で例えばじゃあ5000円とか。まあ Mac 何台使うかっていうのもあるんですけど、まあこのセールとかあんま気にしなくていいです。で、あと A 級ライセンスっていうのがあって、一、まあ、回買い切りですね。アプリみたいな感じで買い切りで、あとずっと使えるみたいなところになりますけど、個人で僕はこの永久ライセンス使って、 い万ぐらいかこの違いに関してなんですけど A 久ライセンスに関しては、まあ、その大きなアップデートですねあの細かいアップデートで結構くるんですけど結構きますこれそれは全然受けれますこっちも A 久ライセンスもただすごい大きいアップデートアプリ自体がもう完全にこうガラッと変わるようなが何年かねなんかそれは分かんないですけど5年から七年か分かんないけどぐらいで1回あるらしくて。 まあそれはできないらしいんですよそのアップデートはサブスクは全部、まあ、この使用アップグレードですねに関しては全部。 でできるみたいなのまず、少額で始めてみたいみたいなところであれば、サブスクでもいいと思いますし、まずはね、もうどうせ長期で使うんだったら、ポータルで見たら僕はこっちの方がお得だと思います。やっぱり永久、固定費がかからないので、まあ僕はこっち使ってて特に問題ないんで <laughs>、それは好みによると思うんで、まあおすすめはこっちです。僕は永久ライセンス。で、まあ2台で使うとか、奥さんと使うとか、友達と使うとかでもいいと思うんですけど、すごいおすすめです。理回割りとか、まあ、古いバージョンからまあ、アップデートの場合は、ま対象にはなるので、まあ永久ライセンスでいいんじゃないかなと 思いますけどねまあそんな感じでございます。とまあ Mac 関連だとこの M3 のあたりをですね解説してるのでここら辺で新しいモデルとかぜひ、まあ、あと iPhone のレビューは結構あるんで <laughs> チェックしてもらえばと思います。このリーク情報みたいなのも出していきますので。はい、ということでこのちらの動画はですね少しでも良かったと思った方ぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。ああと紹介したこの 勉強のやつとかもね非常におすすめでございますのでまあ、気になる方概要欄に全部貼っておきますのでリンク紹介者商品チェックしてみてくださいということでまた次回の動画でお会いしましょう良い一日をお過ごしくださいじゃあまたね。M2 はねやっぱりいいっすよ <laughs> 早く M3 を買いたいもう出たら即買いします M3 MacBook Air ガチで買う